マミモメモさやかです。イースフェルガナの誓いをやっていきます。前回のあらすじをダイアリーで確認します。アドルは東翼最上階の部屋でマクガイア博の家族を発見する。家族はチェスターに幽閉され、夫であり父であるマクガイア博の罪を聞かされたという。性欲最上階の部屋でニコラス司教を見つけたアドルはチェスターが時計塔で長老の力を解放しているらしいと聞く。チェスターは時計塔の霊的な構造を利用することで城内に正気を蔓延させ、城の者たちを魔物に変えたのだという。ていうか見てアドル君、剣まで変わったじゃん。超かっこよくない？超かっこいいねアドル君。さあ、ヤバレスタイン城やっていくか。神曲を聴きながら。ということでね、バレスタイン城のここから地下の方に行きまして、ここを今やってるところですね。待って、あのさ、こっちのエリアで、まあ、バトルセイバー拾ってもうそのまま帰ったけど、次のマップにはセーブポイントありましたね。よし、あ、こっちね。なんだ、機械？鉄鋼重機兵ジルデュロス。もうガタカナ読めねえ。わあ、よし、相変わらずギリギリですけれども勝ちました。ユニカみたいにこの旋風無敵時間あればいいのにな。ユニカだっけ？ユニカだよね。トールとユニ、まあ全員、ほぼ全員か。ユーゴも回避、無敵というよりはガードだったしね。さっきから時計塔鳴ってるよね。時計塔って金ついてんの？いるじゃん。アドルさん、どうしてこんなところに？アドルは今までの経緯を話して落ちていたペンダントをエレナに渡した。うん。本当に、なんとお礼を言ったらいいか。いつも勝手なことばかりして、迷惑ばかりかけているのに、こんなところまで来てくれて、大切なものまで届けてくれて、ありがとう、アドルさん。兄さんから、全ての真相を聞かされました。12年前、私たちの故郷が魔物によって滅ぼされたこと、それを企てたマクガイア博に復讐するつもりだったこと。でも私、兄さんのやっていることは間違っていると思うんです。いくら復讐のためとはいえ、関係ない人まで巻き込むなんて、そんなの自分の野望のために島を滅ぼした伯爵と同じです。そう兄さんに言ったんですけど、聞く耳を持ってくれなくて。多分兄さんはドギを傷つけたことで自分を追い詰めてしまったんだと思います。でもこのまま復讐を遂げてしまったら、兄さんは本当の意味で後戻りできなくなってしまう。だからアドルさん、どうかどうか兄さんを止めてあげてください。そうね、アドルさんお願いします。手遅れになる前に兄さんを止めてあげてください。この子は誰？あなたがアドルさんですね。エレナ姉ちゃんから来ました。急にどうなった？俺の名前はボブ、レドモントの見習いクイーンです。え、マジ？生きてたっていうこと？町のみんなは俺が橋の事故で死んだと思ってるみたいですね。どういうこと？幽閉されてたってこと？実は長い間ずっとここに閉じ込められていたんですよ。あ、そうなの？なんかお前は知りすぎてしまった系ですか？あの日採石場で仕事してたら、いきなりチェスターさんやバレスタインの兵士たちが来て、そこで偶然漁師たちの計画を聞いてしまったんです。あ、なるほどね。俺隠れていたんですけど、結局見つかって捕まっちゃいました。あ、そうなんだ。だから遺体も残らなかったのか。ばあちゃん、
心配してるだろう。よかった、めっちゃいい報告できる、嬉しい。チェスターさんは確かに人が変わっちゃったけど、あの人が町との交渉に使えるって進言してくれて俺は助かったんですよね。涙でなんかめっちゃ良かったっていう気持ちがすごすぎるんだけど、早く町に帰ってばあちゃんを安心させてやりたいですね。いや本当、うわー、今すぐ追ってあげたいけど。あなたはもしかして牢の前にいたあのでかい魔物を倒しちまったのか。何がいたっけ。あ、そうだね、ちょっと今嬉しさで忘れてましたわまったく大したやつだな。俺は魔物になった仲間から逃げ回ってたら時計塔から出てくるチェスターに出くわしたんだ。うんうん、逃げ疲れていたこともあってあっさり捕まっちまって、あいつ時計塔なんかで一体何をやってたんだろうな。もし時計塔を調べたいんならこいつを持っていくといいぜ。ほう、あ、マジ？そんなもん持ってるの？てか洒落てるね、この鍵。時計塔の鍵を受け取った。俺は隙を見て城の外へ脱出するつもりだ。よかったよ、この二人。いやー、エレナはどうかな。ちょっと送ってくれるとめっちゃ嬉しいんだけど。これ以上城内をうろついてもろくなことがなさそうだからな。うん、仕方ねえからここにいる二人の面倒も見てやるよ。優しい、ありがとう。昨日まで一緒に飯を食ってた連中が化け物になっちまうとはな。さすがにちょいと来るものがあるぜ。使用人たちも魔物になっちまったが、フランのやつは大丈夫なのか。フランさんとなんかこういい感じなんですかねえ、なんか今変わってたね。俺は隙を見てここから抜け出すで。まあ仕方ねえからこいつらの面倒も見てやるよ。だからよ、もうこんな馬鹿げた騒ぎを終わらせてくれ。もう一回話しかけて安心してから次に行きたいと思います。あ、曲変わった。この微妙に滑るやつあんまり好きじゃないんだよね。なんかこう足元が取られる、いい感じに取られる。おう、時計塔の BGM ですか。こちらバレスタイン城神曲終わってしまったんですね。バレイオリンがいいですね。あ、なるほど、時計塔の鍵を読みたいですね。で、アイテム的にはあと2個なんだけど、ここがなんか奇跡のなんだっけ、ベルトかなんかだったよね。奇跡のベルトはドラクエかなんだっけ奇跡の石なもうちょっとなんかあったよね。なんだけど、時計塔の鍵、歯車がかたどられた深紅の真珠の鍵、時計塔の扉を開くことができる。ティディンか、よく持ってたね。時計塔、機械仕掛けの魔物なの。見てみよう、なんか開いちゃった。エスタリオン、強力自慢だった兵士の慣れの果て。あ、これもなんだ、なるほどね。あー、よく考えられてますね。で、こっから、うわー、こ、よし、来た。あ、え、星月の彫像がこんなところに。これもうだって取っちゃったらさ、この異変どんどん収まっていく、力が弱くなっていくっていうことなのかな。うん、またなんかあった。落日の彫像を手に入れた。これでもなんかちょっと光ってなくない？気のせい？で、開きまして、ほら光ってない。ガルバランの力を封じた彫像、すでに力を失っているようだ。ほい、暗黒の彫像。登ったのに何もない。ん、はい、
あるんかーい。な、今までのさ勘をさ見ごこれ光ってた。今までのダンジョン感を覆されてましたね。上にあると思ったじゃろうみたいな。ゴールじゃよ。なってるね。さっきピコンってなったのなんて。あ、最後だっていうこと。うわーすごーい。あ、ジェノス島見えてるよ。あ、てかさ、今すごいこう熱い展開でさ盛り上がりまくってるけど、まだジェノス島行ってないんだよね。え、ジェノス島行くよね。最初にもらったさマップにさバッチリ書いてあるんですよ、ジェノス島。これで行かないわけがないよね。まだ最終武器ではないし。お、ありましたね。では参りますか。お、趣のある塔ですな。おー、すごい、夕日が差し込んどる。 まさかそなたがジェノス島の人間だったとは。お、話してる。わかった、すべて世が悪かった。だが話を聞いてくれ。要は古の魔王の力を手に入れてフェルガナを強大にしたかっただけだ。そのための協力を島の人間に求めるつもりだったのだ。ん、決して皆殺しにしろなどと命じたつもりはない。あ、そうなんだ。それが何かの手違いであのようなことになってしまって。まあ手違いで済まされることでもないけど、じゃあそこに何の力があったんだろうね。じゃあマクガイアさんは素のまんまでガルバランにこう毒されてるとかではないんだ。嘘ではない、信じてくれ。やれやれ、この後に及んで責任逃れとは。これでは魔物と化した貴様の部下たちも浮かばれまい。これはすべて貴様の愚かな野心が招いたこと。我が一族の恨み、その命をもってあがなってもらうぞ。言ったはずだ、邪魔しようなどと考えるなと。チスターって気配察知能力すごいよね。マゼって言ったんかな。よそ者の貴様には関係のないこと。かっこいい。どうあっても邪魔をするというのなら、ドギと同じく血の海に沈むがいい。チェスト双剣使いなの。へえ、なんで前は一本だけだったんだろう。え、超かっこいいじゃん。復讐の白騎士チェスターストラード。 BGM かっけえ。なんか悲しい決闘みたいな感じになってるじゃん。はっ、くっ、さあ覚悟、そこだ。はっ、くっ、さあ、うん、遅い、来るだけか。待って、すごい、そこだ、あのそこだ、ダメージ量じゃん。3000万か。遅い、そこだ、せい、うん、来るだけか。ちょっと後ろ取りにくいな。そこだ、くらえ、砕けるか。ジャンプ好きがなかなか当たらないな。そこだ、そこだ、せい、砕けるか。はぁ、外れろ。遅い、うん、お、いいじゃん。遅い、そこだ、はっ、勝負はこれからだ。勝負はこれからだ。くっ、くっ、くっ、はっ、くっ、くらえ、はっ、くらえ、はっ、くっ、いや、あぶねえ。バカな。ここまで腕を上げているとは。チェスターもな。だがここで引いてなるものか。まあそうよね、ここまで来たらね、お互い引けないよ。おい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 、マクガイア博、変なことしないでね。絶対ダメだよ。おいおい、アドル君、いやマジで余計なことされたら厄介なんだけど。わあ綺麗、それでも景色は綺麗。頼む、
頼むから、命だけは。見苦しい。まさか、この程度の男に俺たちの人生が翻弄されたとは。まあいい。それならば、そろそろ幕を引くだけだ。貴様にふさわしい豚のような死を与えてやろう。そこでおとなしく見ていろ。すぐに終わる。やめて兄さん。おう、エレナが来た。兄さん、もうこんなことは終わりにして。ダメだエレナ。父さんと母さんがどんな風に殺されたのか、俺たちの故郷がどのように焼き尽くされたのか、お前は覚えていないようだが、俺は決して忘れることなどできん。覚えているわ。炎の中を逃げ惑う人たちとみんなを守るために戦った父さんの叫び声、それに私たちをかばって死んでいった母さんの微笑みを。エレナ、お前。兄さんの話を聞いてやっと思い出すことができたの。レドモントに来るまでに私たちがどう暮らしていたのか、あの日何があったのか。そうか、忘れてしまったのならその方が幸せだと思ったが、だが安心しろ、お前を巻き込むつもりはない。皆の無念を晴らすために手を汚すのは俺一人で。ごめんね兄さん。真実を知って苦しんで、でも誰にも相談できずに、そんな兄さんの苦しみを私分かってあげられなかった。でもね兄さん、私はみんなの無念を晴らすなんて最初からできないと思うの。何？だって島のみんなはもうどこにもいないんだから。傷つき苦しんで無念のうちに亡くなった人たちが本当に望んでいるのは、このフェルガナの地で安らかに眠ることだけのはずよ。そして父さんたちの望みは生き残った私たちの幸せのはず。こんな風に自分を追い詰めて敵を取ってほしいだなんて、そんなこと思っているはずないじゃない。私だって兄さんには幸せになってほしい。気真面目で自分に厳しくてちょっと頑固なところもあるけど、優しくて思いやりがあって誰からも頼りにされてる兄さん、父さんたちの代わりに私を大切に育ててくれた兄さん、私の大好きな兄さん、だからお願い、もうこれ以上自分を追い詰めたりしないで。俺は もしかして力が集まったからなんか起きる？なんだこの揺れは。まさか貴様何かしたのか。余が知るはずがなかろう。何もしてないんだ、偉いね。そもそも象の力についても詳しいことはろくに知らんのだ。時計塔の建造にしてもジェノス島の襲撃にしても。ああ、デュラン系ってこと？全部彼の忠告に従っただけなのだ。デュランか？彼？その通り。違う。この声は？
ニコラス司教マジ伯爵チェスター君、二人とも本当にご苦労だったね。いや、まあ、声優さん声優さん、先ほどの鐘を持って無事全ての彫像の力を神のもとに送ることができたようだ。マジ？あ、鐘？なんだと？そういうこと？司教、どういうことだ？あなたは俺の復讐に協力してくれたのではないのか？あ、そうなの？無論、協力したからこそ時計塔の秘密を君に教えたのだ。え、さっきなんて、え、普通に幽閉されたっていう話だけ聞いてたよね。うわ、これスイッチで2周目楽しみ。そして君は私が教えた手順で時計塔の各所に彫像を設置し、像から抽出された神の力は地下の霊脈を通じて無事送られた。ジェノス島の地下に眠る大いなるガルバランのもとにね。はーい。城内に発生した正気などその余波にしか過ぎない。だが、まあ、君の目的は十分達成されたのではないかね。待て、ガルバランは大昔に滅びたのではないのか。滅びられなかったんだよね。その魔の力までは消せなかったから4つの像に移したんだもんね。ジェノスの末裔たる君がそのようなことでどうするのだね。ガルバランは滅びてなどいない。ただ力を奪われて長き眠りについていただけだ。だがそれも時期に終わる。この世は再び大いなる神を迎えることになるだろう。え、ニコラス司教はどう、それをしてどうしたいの？どうして司教様がそんなことを。ね。聖国の教えなどとうの昔に捨てた。このニコラス・ガーランドが求めるのは真の力を持つ神だけなのだよ。ああ、それ自分が上に立ちたいんじゃなくって悪神でもいいから力を求めてるんだ。ガーランドってかっけえね。チェスター君、計画が成功したのは君のおかげだ。ありがとう。礼を言わせてもらうよ。貴様結界か。ならばこの剣ならどうだ。二つ剣持ってたのそういうこと。おお、え、すごい。ほう、その剣はもしや。え、その剣はもしや。覚悟。なんかどっかに封印されてたんかな。デュラン。わあ、気をつけて。ね、誰が死ぬとこ見たくないよ。ジェノスの剣といえば、ジェノスの剣、君程度では使いこなせないようだな。へー、アドル君前に出る。やれやれ、今度は君かね、アドル君。ならば少々本気を出させてもらおうか。マジ？どうする？アドル君はバトルシリーズだけど。来たまえ。狂気の配信者、ニコラス・ガーランド。まさかのボスだったんだけど。でも普通のボス BGM なんだけど。わー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 、これはな、うわー、ちょっと待って。わーわーわー、1で止まってる。すごい、もてあそばれてるじゃん。ジェノスの意志を継いだものでもこの程度か。さて、チェスター君、私と一緒に来てもらおうか。え？君にはまだ果たすべき使命が残っている。何？器になってもらうとか？大いなる神を封じた
罪深き末裔としての使命をね。あ、生贄系。待ってください。ジェノスの末裔が必要なら私が兄さんの代わりに行きます。エレナこれはいい、麗しい兄弟愛というやつかね。よかろう。デュラン、連れて行け。アドルさん、今までありがとうございました。やめてよ。助けに来てくれたこと本当に嬉しかった。兄さんのことどうかよろしくお願いします。アドル君、また悔しい思いを。それでは諸君、大いなる神の復活を楽しみに待っていてくれたまえ。くそー、チェスターは気絶してるだけなんかな。怪我してるんかな。まさかニコラス司教が全ての黒幕だったとは。とても信じられません。あれほどまでに聖国の教えを熱心に説いておられた司教が。塔の昔に捨てたって言ってたね。だがこれが現実なのだ。今は嘆いても仕方あるまい。エレナがさらわれたこともそうだが、あの地震以来、町の近くに見たこともない魔物が大量に現れた。マジ？おそらくガルバランが蘇りつつある証拠に違いあるまい。このままではレドモントも全滅するかもしれん。神よ。諦めるのはまだ早い。お、降りてきた？ベルハルト！どうしてあんたがここに？長女、久しぶりだ。先ほど宿にいたマクガイアから一通りの事情は聞かせてもらった。マクガイアさん宿にいるんだ。そう、ちょっとね、あのマクガイアさんがさ、あの違う、エレナがチェスターにやめて兄さんって解いてる時にさ、チェスターマクガイア博のさ背中にいたじゃん。なんかワンチャン、ワンチャンもマクガイア博なんかしたらマジであのマジ人の心を失ってるからなって思ってたんだけど、何も本当に臆病な、ただ臆病な人で、まあそれが良かったっちゃ良かったんだけど、ちょっとドキドキしながら見てました。町の守りについては俺が協力しよう。あんたが協力してくれるのなら心強いというものだ。何か必要なものはあるかね。男手を何人か貸してもらおう。ピエール神父、あんたは女子供を礼拝堂に避難させる準備をしてくれ。わかりました。早速声をかけてきます。さてアドル、はい、ジェノス島に行くつもりなら街道外れの桟橋に向かうがいい。もっ何？確かお前たちが乗ってきた小舟があるはずだ。ああ、自前で行くの。それを使えばなんとか島までたどり着けるだろう。なんかモーターボードみたいなのあるかと思った。ちょっと待ってくれ。いくらエレナがさらわれたとはいえ、そこまでアドル君に頼むわけには。町長、この若者はジェノスに導かれるようにしてここまでの道を歩んできた。ならばここから先は彼自身の選択に委ねるべきだ。うん、ここで降りるアドル君じゃないと思う。今はでもやる気満々の瞳をしてると思う。もはや俺たちには見守ることしかできんだろう。時が惜しい。早速俺も町の守りを固める準備を始めるとしよう。お願いします。そうだアドル、はい、先ほど隣の部屋を覗いたらチェスターが目を覚ましていた。あ、ほんと。お前と話をしたがっていたから行ってみるといい。はい。町長さん、
相手は魔王とも邪神とも恐れられた伝説の化け物だ。本当ならそのような死地に行ってくれなど口が裂けても言えるはずがない。だがそれでも私にとってエレナは実の娘も同然なのだ。すまんアドル君、できればどうかエレナを救ってやってくれ。いやアドル君さ、そのイース2の時もさ、マリアさんを助けられなくってさ、悔しい思いしてたと思うんだよ。まあ結局マリアさんは大丈夫だったんだけど、なんかそのまた助けられなかったみたいな悔しい思いするのと同時に、ちゃんと助けなきゃっていう闘志がねありそうですよね。